見た見た見た、行け。おっしゃ。そのまま行け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 、行った。よっしゃ。虫ゲームおもろ。ビビビ中です。村上師匠渾身の虫ですね。中に空気が入っててペタッと潰れます。この虫ブアって浮くのが大事で、ペタンって落ちてこの柔らかい着水音とともにプカンと浮かんでることが大事。虫って軽いんで、特に羽の生えた飛ぶ虫ね。でこのパーツがピリ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 ってかすかに生命感を持って揺れてること。でこのヘッド、マス張りチョン掛けのヘッド、このヘッドをカットするとポッピングできるポッパーになります。こんな感じでいろんな遊びができるんですけど、僕はサイトで難しい魚を狙うときはまずはこのチョン掛けヘッド付きからいきます。誘いをするにしても優しく誘いたいから。マス張り8番でいきます。でここにちょん掛けしてもいいんだけど、思いっきり飛ばしたい、フルスイングしたいっていう時もあるんで、右でしにくいこの辺り。こんな感じでいきます。痛い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 、でかいでかいでかい。来た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 、行け、そのまま行け。見た見た見た、行け。おっしゃおっしゃ、完璧。こいつアクション好きや。よし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 。よしよし。でかい。よいよ。しゃオッケー。いい食い方っすね。誘いが効きました。ちょんちょんちょんとアクション出したらもう振り向いて。一回もうこいつは逃さへんってなってから捨て入れた瞬間にパコ。いい食い方でしたね。虫はね結構、まあ、見えるから早合わせしちゃいがちなんで、パコンって出てから若干一呼吸置いた方がいい。そしたらこんな感じでかかってくれるはず。抜けること多いんでね。やりました。来た。なんてタイミングいい。来た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 。あーかんか。まだおるな。来た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 。疑ってるね。来た来た来た。いけ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 。よっしゃ。なんで。惜しい。
おもろたまらんでしょこれ、全部見えるってこの釣り。バス見えてなくても浮かべとくだけで寄ってきますからね。ビビビチュッ、落ちた、来た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 、そのままいけ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 、いったー、よっしゃ、マジで来た。でかい、よし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 、このまま釣り上げよう、よし、来い来い来い、よっしゃー、気持ちいい、虫ゲームおもろ、これはもう虫パターンでしょこれね。でかい、もう着水で見に来ましたね。あれが一番いい食い方、着水で気づいてくれて、あ、これ虫落ちてきたと思って、こいつが虫と勘違いし寄ってきてそのまま食うみたいな、あれが一番いい。完璧です、ビビビチュ。見えへんけど、虫が落ちてきそうなとこに落とす。来た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 、出てきた、おっしゃー、虫出てきそうなとこに出たら、影から出てきたやん、よっしゃよっしゃ、おもろよっしゃー、ええ、気持ちよかったっすね。そこはなんか餌待ちしてるバスいるでしょと思ってちょっと落としたら、もう影から出てきて、でそれだけでは食わなかったけど、ちょっとアクション入れたらスイッチ入りましたね。面白い、この釣りめっちゃおもろい。着水音で気づいてくれたら、それが一番いい。右から来てる、来てる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 、あれ気づいてるか、見た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 、ロックオンしてるやろこれ、あー惜しいな。やっぱ食う瞬間はね、糸があんま動いてない方がいいですね。スイッチ入っちゃったらあんま関係ないけど、まあ、こうロックオンしたらもうシルエットよく壊しちゃった方が食う。動かしてもね食うんですけど、タイミング結構難しいんで、タイミングがピタッとはまればそのままスパーンっていくけど、アクションで食わせるってなるとなかなか間が大事。今日のバスがどんな間かなっていうのが分かってないとなかなか手が出ないですね。あ、バス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 、お、よっしゃよっしゃ、一発やん、しばらすなよ、やばいやばいやばい、えらいとこに糸入ってる、よしよしよし、自分で外してくれた、よし、はい、オッケー、ポチャンと落ちたその着水音でもうスイッチ入って、そのまんま何もすることなく浮かべといたら吸い込みました。
あと周りに枝とかあったからガード付きマス針でやりました。オフセットが悩んだけど、まあ、ちょっとフッキングしにくい場所だったから、これはガード付きマス針でいこうということで、はい、ビビビチューフィッシュです。浮いてるって強いんですよね。で、浮いてて止まってるのに吸い込んでくれるそのシルエットがやっぱ強い。こんだけ浮いてるウッドチップあったらマス針じゃ無理ですからね。ビビビチューってカバー使いもできてオフセットフック使えるんですよ。マルチオフセットの4番にジャストフィットするように設計されてます。この頭は切っても切らなくてもどっちでもいい。僕はつけたままが好き。ここから入れて、でここに丸いロゴがあるんですけど、この辺りから抜いてくる。ここはちょっと気持ち前めに抜いて、でこの空気室出口の穴があるんですけど、こっから針出てくるようになってるんですよ。腹からだいたいぴったりくる位置に刺して、こんな感じで、ちょっと針先隠すと、そしたらカバーで使えます。ちょっとした枯葉のウッドチップが浮いてるとか、それに引っかかって誘えないみたいな時にオフセットフックにかなうもんないんで、オフセットフックでも使えます。で空気質がこれいい仕事してくれて、ここペタンって潰れるからフッキングいいんですよ。ほとんど空気なんで、ぺちゃんこに潰れるからかかります。足元に来た。見た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 。動かすべきじゃなかったんかな。これ引っかかるもんが多いところはもう絶対オフセットやな。おった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 。左の奥の方、枝と一緒に浮いてますわ。見た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 。いけ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 。ロックオンしてる。もう一匹左から加わる。いけいけいけ。おっしゃおっしゃ。時間かけた。これ大丈夫か。取り込ましてくれよ。よし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 。あー、バレた。やっぱりな。来た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 。行け。よっしゃよっしゃ。やばいな。よしよしよし。沖で十分配慮しとかんと手前が難所すぎる。右の端から行け。そのままそのままそのままその前で振り向いたらあかんで。まだ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 。よし、振り向いて。よしよしよし。いいいいぞいいぞいいぞ。振り向かへんだけど、そのままでいいぞ。よし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 。安全なとこから来た。でっかよし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 。
っしゃ。はい、こっち来た。よっしゃー、気持ちいい。ふっとい。よっしゃー、めっちゃ太い。なんか難しい系のバスっすよ。やっぱ水面力っすね。浮かべとくって強いっす。でかい。とか入ってる。このね、オフセットでもフッキングいいのがリフビーチの良さっすね。ごっつい。長さはそこそこだけど、もうとにかくこいつごっつい。やりました。完全にビビビ中デーです、今日は。まあよく釣れましたね。もう餌と思って食ってるでしょ、映像見てても。あんな感じなんで、まあ、虫がハマるときは最強ということで、今回ビビビ中の回でした。